こんにちは、ダイスです。今回はペーパーマリオ RPG 続きからやっていきましょう。ちょっとね、ヨットのマークがあるので多分買われるものが増えるんだと思うんですよね。ということで調べる。なんだかぬるずしているわね。何かを誘ってるようにヒラヒラしているけど、一体何かしら。ゲッソーな気がするんですよね。ゲッソー、やっぱり痛いやんけ。ごめん、ちょっと起こしちゃった。やっぱりだと思いました。はい、ということでプロローグ戦で出てきた中ボス的な感じなんじゃないかなと思います。ゲソゲソゲソ、人様、いやイカ様の大事なゲソを痛めつけるとは。根性しとるやんけ。我分かってる、ごめんなさい。よく見たらなんだか生意気そうなヒゲオヤジ、一丁いてこましたろか。はい、ということでなんかいろいろ出てきました。わしの華麗なゲソさばきを見せたるで。マリオ、フランクリン先生の言ってたこと覚えてる？前で私たちが攻撃する順番を変えられるのよ。マリオの HP が少なくなったら Y で私を前に変えるといいわ。あ、わかりました。このバトルは逃げられない。でちょっと Y で変えて、技の中から物知りしてもらいましょう。カーソルが円に入ったら A。 巨大なイカのゲソよ。いやぬるぬる、HP と攻撃力は以下の通りです。攻撃力1なんだね。実は私ぬるぬる系が苦手なのよ。最大 HP12、 攻撃力1、防御力0。足やイカスミで攻撃してくるわ。両方の足のダメージを与えると上から本体が落ちてくる。その時が攻撃チャンス。ちなみに足の HP は3。さあ落ち着いてぬるぬるじゃなくてゲッソをやっつけましょう。かわいい。では、落ち着いてやっつけましょう。上からやっぱジャンプにしようか。ジャンプだと1しかないのでね、ちょっとねやりづらいですけど。おいこら、お前わしを見てうまそうとか思っとるやろ。私はちょっと思ってるけど特にゲソがうまそうとか思っとるやろ。思ってへん。そやねんゲソ、そやねんゲソにしとこか。そやねんゲソゲソゲソやっぱりそうかな。あ、上からなんだね。ごめんごめん。クリスティーヌちゃん、クリス前に出すと、クリスの HP がこうやって下がるんですよね。それはちょっとよろしくないかな。はい、とりあえず終わり。はい、で次、続き、ポンポン。結構たまりましたね、スターパワー。7 7じゃない、1。ちゃんとできなかったけど、まあ大丈夫でしょう。はい、これで本体が落ちてくるはず。あ、落ちてきた。かわいい落ち方してる。でクリスの技で続きをしとく。お、たまりそう。でこっちだね。ハンマーでガツンなグーリをすればいいかな。へい4。まだいける。はい、あ、2回できなかったです。やっちゃった。ちょっともったいないですね今の。でももうこのままいけそう。1、2、3。はい、あと1。たまりましたね。はい、終わりー。ごめんね、ゲッソー。クリアボーナスに50、お金をもらいました。なんかアイテムも落ちてる感じかな。ごめんね、ゲッソー。あれ飛んでっちゃった。地下だけど大丈夫なんでしょうか。はい、これでね進めるようになりました。あ、動くんだねこれ。そしてドカン。ここから行けるのかな。お、ステージ1、マリオとお城とドラゴンと。新しいところに来ました、ドラドラ平原。ドラゴンがいる平原っていう意味でドラドラなんでしょうか。
どうやらここがスターストーンがあるというドラドラ平原ね。さあマリオ、いよいよ冒険の始まりよ。もう地下だけで結構お腹いっぱいなんだけど、セーブもねちゃんとしておきましょう。でなんか落ちてくる、あ、キノコゲット。やっぱ落ちてきますね、星のかけらをゲット。あとこの辺はなさそうかな。ちょっと確認していきたいです。これなんだろう、ん、まさかもうすでに出てくるの、大きい影、ドラゴンだ。あのお城を目指すってことなんですよね多分。入ってっちゃった。なになに今の、あんな大きな怪物初めて見たわ。ちょっとびっくりね。あそこのお城へ飛んでいったみたい。また戻ってこないうちに先に急ぎましょう、急ぎましょう。これなんだろう、調べる。何かがはまりそうなくぼみがあるわね、この形。何かしら、調べる。この岩なんとなく土管みたいな形してるわね。なんかね、月と太陽みたいなマークがあるんですよね。もしかしたらこれを探してくるんじゃないかなと思うので探してみましょう。とりあえず先に進んでみたいと思います。はい、ということでレベルアップもしました。あ、お金。はい、終わりましたね。どうしようかな、土管入る。ちょっと見に行きましょう。あ、上に来れてる。これどうすればいいの、取れるのかこれ取れるのかな、取れない、ちょっと取れなさそうですよね。ジャンプはできるんだけど、ちょっともう一回やってみましょうか。あそこからジャンプできるのかな。あーやっぱり足りないか足りなかったですね。何かできるものがあるのかもしれないのであれですけど。お、なんか始まった。そうそうマリオ、もし何をしたらいいかわからなくなったら遠慮なく ZL を押して冒険のヒントを聞いてみてね。わかった、ありがとう。お、ミニミニくん、少しの間敵をミニミニにして攻撃をダウンさせるアイテムを入手しましたね。なんかないのかな、特にない。渡れないね。あ、倒れた。土管発見。あ、すごい奥に行ってる。まさかこのスイッチを押すとかですか。押せました、出てきた。橋が出来上がるんだ、すごいペラペラ、なんかみたいですね、すごい。あ、まだ行けると思って行ってみたらかけらもありました。他はさすがにちょっと登れなくなってそうですね、奥が高くなってるので。他はどうでしょう、後ろは。これ結構ジャンプ力あるので、もしかしたら違うところにも行けるのかな。こっちはでもさすがにここも行けないですね。すごい、星のかけらもね一つ入手ができました、よかったです。はい、これでまた先に進めますね。はい、ファイヤーフラワー、そしてすごい村だ、花花村、のこのこたちの村みたいですね。こんにちは。いやこんにちは旅の人。ここは花花村さ、お客さんなんて随分久しぶりだよ。あの恐ろしいドラゴンのボンババがこの辺りを飛び回るようになってからめっきり人が来なくなったからね。なるほど、さっきの大きな怪物はボンババっていうのね、なんだか大層な名前。ところであなたはスターストーンって聞いたことある？私たちそれを探しているの。スターストーン、うん、聞いたことがないな。そういう話なら村長さんに聞いてみたら、とても長生きでいろんなことを知ってるんだ。亀の甲より年の子ってね、うまいこと言ってる。村長さんはこの先にあるピンク色の家に住んでるよ。ピンク色、すごい趣味だけど、まあ分かりやすくていいわね、ありがとう。
はい、ということで村長さんのお家に向かってみましょう。あれ、なんか困ってる人いるね。なんだ、こんにちは。わしの名前はホワイト将軍。夢も希望もなくしたボム兵。この村で静かに暮らしておる。すまぬが放っておいてくれないか。すごく気になりますね。ピンクのお家ってこれかな。ちょっと違う気がします。あれ、不思議な方いる。ボンジュール、マドモアゼル。いいお天気だね。ノノノ、あんたじゃないよ、ヒゲのムッシュ。あんたの後ろにいるマドモアゼルに話しかけてるのさ、ひどい。どうだいマドモアゼル、このむさいおっさんよりもおっさんって言ってた、むさい虫よりも僕と一緒にお話ししないかい。いやよ、あなたみたいなタイプ嫌いなの。他を渡ってちょうだい。嫌われてる。おお、なんてステレートなんだ。そんな君にマイチング。もしも気が変わったらまた僕に声をかけておくれよ。さっさと行きましょうマリオ。この方は何だろう。でもなんか蝶々いっぱいいるからそんな悪い方ではないのかもしれないですね。あ、フラワーさんだ。こんにちは。この村はとてもいいところであります。水が美味しく空気もきれい。本当いいところであります。でもみんなボンババに気を取られてそれを忘れてしまってるのであります。ちょっと悲しいことであります。あ、確かにそうかも。ピンクのお家発見したので話しかけましょう。中に村長さんいるかな。なんかある。ここ行きたいねバッジが見えてるのでそこ行きたいです。こんにちは。んー、なんじゃねチニミは。さては泥棒じゃない。違うよ、それはちょっと違うしかし見ての通りこの家には何もありゃせんぞ。少しのコインやわしの年代物の甲羅でよければ差し上げてもよいのじゃが、わしとばあさんとのラブラブでスイートメモリーな写真だけは勘弁しておくれたまえ。いらないです。違うとな。はって、そうするとなんだね、チミはスターストーンを探しておるというのかね。それを先に言いたまえよ。ならば話は早いぞい。うむ、チミが探しているというスターストーンはな、なんじゃったっけ。そうそう、あのゴンババが持っておるという話を聞いたことがあるぞい。ゴンババというのは巨大でめっちゃ恐ろしいドラゴンじゃ。知っておるかね。もちろん、さっき聞きました。あの凶暴なゴンババにはわしらも非常に困っておる。なるほど、チミはいやーいい無謀、勇敢にもゴンババをやっつけてくれるというので。え、ちょっと待って。いやいや、そうじゃない。おお、なんとも頼もしい話が進みましたね。もしゴンババをやっつけてくれるならいくらかお礼をしたいところじゃが、なになに、お礼はいらぬとな。そんなことは言ってないもうなんともよい欲のない人じゃ。さすがはチミ。名前は何と言ったかね。あ、マリオです。マニオ、うん、なかなか良い名前じゃの。マニオくん、いや、マリオです分かっとるよマニオくん。良いかねチミ。ゴンババ城へはドラドラ平原のどこかにある秘密の土管から行けるらしいのじゃが、その土管を使うためには太陽の鍵と月の鍵という2つの鍵が必要と言われておる。この村の先にあるすっとん砦でどこかに隠されているそうじゃから、まずはそれを手に入れなされ。あ、わかりました。ではマニオくん、ドカンと一発ゴンババを倒してくれたまえよ。大丈夫かなこの方はい、ということで開けました。ここどうやっていくんだろうね。二段ジャンプとかで入れるとか、なんかそういう細くなる何かが存在してるとか、そういう感じなんですかね。この村は普通の攻撃が効かない。怖い。この村の先は普通の攻撃が効かない。炎の攻撃も効かないらしい。ショップに何かいいもの売ってないかな。じゃあちょっと見ていきますか。ショップさっきありましたよね。なんだろう、何も聞かないと何ですかね。何も聞かない、ちょっとわかんないな。お金もね今あるので一応見ていきましょう。キノコアイテム15個もらえるみたい。蜂蜜FP の回復は必要な気がするので
ショップ説明から言って商品を1つ買うたびに1ポイント最大300ポイント貯まります。貯まったポイントに応じてその場でプレゼントを差し上げます。中には珍しいものもありますよ。どんなプレゼントがもらえるかはお店の中に貼り出していますのでそちらをご覧ください。説明はこれでおしまいですが、もう一度説明しますかな。いえ、では改めてハニーシロップコイン5枚欲しいです。ありがとうございます。隣のこれなんですかね。ふにゃふにゃくんだって。敵をふにゃふにゃにして防御力をダウンさせる。カチカチコーラ、少しの間味方をカチカチにする。いるかな。なんかちょっとわからないので1個ずつは買っていきますか。はい、ファイヤーフラワーでカチカチ。今ねちょうどねお金いっぱいあるんですよね。なのでちょっとね買えるだけ買っていきましょう。で一番多分大事なのが FP の蜂蜜とキノコだと思うのでこれも2つ買っていって、道すがら何かしら落ちてるような気もするんですけど、なんか都度消化しよう。他のお家の中とかも見た方がいいんですかね。あ、ね、ピーチ姫グッズがいっぱいある。コレクション、ピーチのコレクションだ、かわいい。ちょっと欲しかったですね今の。ということで、多分この奥に行けばいいような気がするので行ってみましょう。こっちなんだろう。あ、かわいい、三人衆がいる。私たち世界中を旅する旅行大好き三人娘。この村の名物は美味しい水と綺麗な空気、それともう一つ、ゴンババ。早く見てみたい。観光気分だ。観光してる感じになってますね。ここは三人娘さんしかいないみたいです。村長のお家を見たのでちょっとこの辺も見てみましょうか。こんにちは。え、あなた本当にゴンババ城に行くつもりなんですか。この恐ろしいゴンババに挑むだなんて。でもゴンババってやっぱり強いんでしょうね。強いと思いますよ。でも上に上がれるようになってる。なんか行けるとこないですかね。あの隣、お家の中とかから行くわけじゃなさそうですね、残念ながら。こんにちは。行ける。こんにちは。一体どれだけの人たちがゴンババの犠牲になったことか。この間も2つ向こうの村のサクジーさんがゴンババに食べられてしまったらしいの。隣に住んでるノコ太郎のお父さんも昔ゴンババを倒しに行ってそのまま帰らぬ人、いえ帰らぬ亀となってしまったらしいわ。いや、すごい大変なところに行けって言われているんですね。それは理解しました。こんにちは。この先のすっとん砦には石の怪物が出るって噂だから入ってこないよう門を閉めてるんだ。でも村長さんが OK って言ったのなら特別に門を開けてあげるよ。ありがとうございます。すみません、ちょっと待ってください。あ、さっきの子だね。どうしたの、どうしたの。僕のこ太郎って言います。あなたがゴンババ城を目指していると聞いて実はお願いが。どうしたの。どうした。ごめんなさい、やっぱりいいです。さようなら。気になる。おかしな子ね。一体何が言いたかったのかしら。なんだろう、お父さんが帰らぬ人にって言ってた子だよね多分今の子。え、すっとんとりで調べる。開かないみたいね。どうしたらいいのかしら。いやー、これねえ、これって何かの像なのかしら。試しにハンマーで叩いてみたら、いや上から来るんじゃないかこれ。ですよねー。よし、先制攻撃。じゃあ2匹倒してみましょう。はい、倒せました。開いたー。開きましたね。じゃあ行きましょう。なんかいろいろいるのかもしれないです。まだ続きますね。砦なのかな全部。いや、なんかいる。
これ、またこれも同じパターンですか。開かないみたいね。前の部屋と同じ仕組みかしら。ということはやっぱり、はい、ということで2戦目、トゲ、トゲですね。さっきのも見てみたんだけど、物知りしてみましょう。なんだろう、トゲ、トゲだるま。体中トゲだらけの石の怪物。石が多いんだね。まさにトゲだるま。最大 HP2、 攻撃力1、攻撃力は4。炎の攻撃が効かないみたい。ハンマーを使おうとしてうっかり近づくと トゲが飛び出て刺されてしまう。ハンマーもダメだからアイテムを使うしかない。ということはハウブロック、あ、いけたいけた、すごいね。パワーブロック、こういうところで使うために表にね1個あったんですけど、そのためなのか。これでまた次に行けますね。はい、じゃあ行ってみましょう。これがあるということは、あ、やっぱり中に来ましたね。セーブだけしておきましょう。これどうすんだろう、どうすんですね。ぐー、久しぶりの客だ。さては太陽の鍵と月の鍵を手に入れに来たのだな。それなら俺様と勝負しろ。お前が勝ったら鍵がある場所へ行かせてやろう。しかしお前が負けた時は恐ろしい目に遭わせてやる。本当に恐ろしいからな。ぐっふっふ、さてどうする。するしかないですよね。ふん、もう逃げられんぞ。え、どういうことです。あ、あれクイズやってまいりました。皆さんおなじみの第65回ドキドキクイズ大会。65回なんだこれから出す問題に5問正解すればお前の勝ち。しかし3問間違えたらアウトだ。では早速第1問、このすっとん砦に隠されているものはなんだ。太陽の鍵、スターストーン、ピーチ姫、ルイージのパンツ。ルイージのパンツを選びたいところですが、太陽の鍵、太陽の鍵、本当にそれでいいのか。いいです、正解、正解だ問題が簡単だったようだな。しかしこれからはそうはいかぬぞ。よし、次、続いて第2問、花々村の店でキノコとファイヤーフラワーを買うと合わせていくらになる。え、わかんない。キノコ安かったなあ。わかんない。キノコ3だった気がするんですけど、でファイヤーフラワー5じゃない、8コイン。本当にそれでいいです。い、大丈夫です。あー、外れだ。愚か者め、間違えちゃった。3回間違えると恐ろしいことが起こるぞ。しょうがないですね、こればっかりは。やっちゃいましたね。次は第3問、花々村の村長の名前は何。のこじろう、亀之助、残った亀三郎。知らないよ、亀三郎じゃない。あ、のこ、亀三郎。ファイナルアンサーです。当たった。おじいちゃんっぽい名前だからこれにしちゃったそんな知らないけど、問題が簡単だったようだな。いや、難しかったですよ。よし、次、まだまだこれから第4問、ズバリ、スターストーンはどこにある。え、ゴロツキタウン、ボンババ城、キノコタウン、花々村。白白です、白。はい、正解。簡単ではないけどね。次、さあ第5問、コロツキタウンからドラドレ平原まではどうやったら来ることができる。海を渡る、
飛行機で飛ぶ、土管に入る、カートでダッシュ、土管に入る、土管に入る、本当にそれでいいのか、いいです、入ってきましたもん、土管、よっしゃー、正解だ。もう4問も正解しているのか。次はとびきり難しい問題にしてあるから覚悟しろ。なんだろう、さてさて第6問、次のうち花花村にいたキャラクターはどれだ。のこのこ、クリボー、しんのすけ、チョロボン。のこのこ、本当にそれでいいのか、いいで、大丈夫ですよ、のこのこがいました、やったが正解だ。これで5問正解、お前の勝ちだ。ありがとうございます。決めポーズかっこいいはい、ということで正解しました。クソ、俺様が負けてしまうとは、仕方がない、通るが良いわ。お、あ、土管ですね、ふん、入る、これで鍵が2つ探しに行けます。あれ、お水がある。次々ジャンプのバッジを見つけた。バッジの付け替えもした方が良さそうですよね。これどっちに行くのがいいんだろう。まずじゃあこっち側から行ってみましょう。なんかいる、でも上に上がればなんとかなる。とりあえずね、ダッシュして駆け抜けます。中の作りがどうなってるのかわからないのでちょっと怖いんですよね。バッチつけますか、なんか出てきそうですよね。バッチをつける、物お尻、バッチ、残り2なのでこれがねつけられるんですよね。今これでいいんじゃないでしょうか。はい、太陽の鍵をゲットだ。なんか出てきた、あれー、これ絶対出てくるやつですね。このバトルは逃げられないぞ。物知りで見てもらいましょう。チョロボンだよね、チョロボン、チョロボンよ。脳にも読めないキャラクターだわ、いつも何を考えてるのかしら。最大 HP は3、攻撃力が1、防御力は0。相手にひっついてから HP を吸い取って自分の HP を回復する攻撃をしてくるわ。カードのアクションコマンドはチョロボンが離れるときに決めないといけないみたい。タイミングはかなり難しいけど、よく見て頑張ってね。じゃあ行きましょう。次々ジャンプがあるのでこれ使っちゃいましょう。1、はいはいはい、1ずつ、大丈夫？回復されちゃった。1ずつだとこれ全部回復されるやつじゃないですか。え、それだったら1人ずつ倒していった方が良いのでは。ファイヤーって効きますかね、チョロボ。全開しちゃった。アイテム使えるので使いますか。効くと思うんですよね、いっぱいあるし。効かないの、いや聞いたね、最初からファイヤーフラワー使えばよかったです。ちょっともったいないことしましたね。はい、これで OK。 あ、今使ったやつがあった。で、太陽の鍵は OK です。客側はもしかしたら月の鍵が置いてあるのでしょうか。とりあえずダッシュして逃げましょう。さっきの見たらね、できるだけこう当たりたくないですね、チョロボンは。本当はあのレベルを上げるためにもバトルってやっていった方がいいんだと思うんですけど、今はそのまま進んでみましょう。ほい、もう一匹いるよね、えいじゃあこれでいっちゃいます。発見、月の鍵、こっちにもハテナブロックがあると。月の鍵をゲット、やっぱり。でさっきと同じようにファイヤーフラワーを最初から使っていこうと思います。アイテムの中からファイヤーフラワーを選択、もう使っちゃいましょう。はい、 OK、 スターポイントで、よ
瞬。でもここにいるチョロボンとみんな戦い終わるとレベルが上がりますね。それもありなのかな。キノコ、いや、これで入手は終わりました。レベル上げるのに戦うのはありなような気がしますけど、今回はスルー。誰？黄色だ。ゴールデン、ゴールド。怪しい松目、怪しいやつめ。我らの住処に入ってくるとは不届き千万。お仕置きをしてやるんだ。みょーん、仲間になってくれたりしないかな、この子。このバトルは逃げられないぞ。ちょっと確認してもらいましょう。物資、初めて見ましたね、金色。おい、ゴールドチョロボン。体が金色のチョロボンって結構珍しいわね。ちょっとレアキャラな感じ。最大 HP10、 攻撃力1、防御力は0。こいつ HP 吸い取ったり自分の HP 回復することはしないみたい。それにしてもこんな色だとどこに隠れてても目立ってしょうがないんじゃないかしら。確かに。はい、ということでファイヤーフラワー2個あるんですよね。あるから使っちゃいましょうか。本当はね、いっぱいいるときに使うのがいいと思うんですけど、回復もしないし。なんだけどコツコツね、やってほしいので。みょみょん、なかなかやるんだみょん。でもまだまだこれからだみょん。みんな出てくるんだみょん。ここのタイミングで使えばよかった。めっちゃいっぱいいる。嘘でしょ。なに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 。ガードはちょっとできてたよ、多分。わかんないけど、いっぱいいる。それわかんないよ、来るの。みんな言いっぱなし、ピンチだね。え、今、あ、待って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 、みんなに、これみんなに当たるんじゃないですか、わかんないけど。え、少ない。え、中の人、あ、待って待って、パワーブロック集団チョロボン。お、痛い。やばい、どうしよう、いっぱいいる。あ、まずいね。キノコ使いましょう。こういう時は回復です。で、突き突きジャンプをどっちもする。これでいいんじゃない。よし、倒れた。危ない。20 だいぶもらいましたね。あと3でレベルも上がりますね。みょみょ、やられたんだみょん。あ、びっくりした。じゃあ行きましょう。最初に来たあの土管のところまで戻るんだと思うので、そこまで戻っていきましょう。マリオ、メールが届いたみたいよ。ん？プラスでメールが開ける。わかりました。頑張っとるかね、マリオくん。フランクリだ。旅の途中で出会った人などからこんな風にメールが届いたりするからチェックすると良いだろう。では君たちの無事を祈る。スターストーンの情報を楽しみに待っておるぞ。写真付きだった。どうしました？あれ、あの子だ。マリオさんでしたよね。やっぱりあなたに僕の話を聞いてほしくてここまで待ってたんです。
そのあのですね、僕を一緒にゴンババ大臣に連れて行ってください。どうしたの？実は僕のお父さんが昔ゴンババを倒しに行ったきりそのまま帰ってこなくって、だからってお父さんの仇を討とうっていうんじゃないんです。いえ、そういう気持ちもちょっとはあるのですが、それよりもみんなのためにゴンババを倒しに行ったお父さんの思いを僕が受け継ぎたいんです。おいえ、僕いつもみんなから弱虫って言われてるんですけど、もしゴンババを倒すことができたらお父さんのように強くなれる気がするんです。危険なことは分かっているんですが、それでも連れて行ってほしいです。お願いします。マリオさん、一緒に行こう。旅の仲間が増えましたよ。本当ですか？ありがとうございます。僕頑張ります。ということで、ノコ太郎が仲間になりました。嬉しい。ノコ太郎の能力の説明。 X を置くと甲羅になったノコ太郎を飛ばすことができる。甲羅を当てることで遠くにあるアイテムを取ったりスイッチを押したりできるぞ。なるほどね、すごいね。おお、取ってきてくれてる、ありがとうノコ太郎。さらに X を押したままにすると飛ばした先に甲羅を待機させるホールドができる。ホールドした後 X を離すと最初の目的地よりも後ろにアタックするぞ。ちょっとやってみましょうか。ほい、あ、すごい。ホールドしたままマリオが移動すれば遠く離れた場所からスイッチを押すこともできる。ホールド中に L で移動してみよう。やってみましょう。ほい、あ、すごい。ありがとうノコ太郎、すごいね、マスターしました。っていうことは、なんか不思議な土管のアイテムも取れるってことかな。バトル中は体当たりのコーラアタック、地上のすべての敵を攻撃する守備瓶コーラが使えるぞ。フィールドで連れている仲間を変えたいときはプラスで仲間を選ぶ。わかりました、ありがとう。ということでマリオさん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。ノコ太郎、ノコ太郎どうしたの？ん？ん？ノコリン、今の話聞いていたの？ノコ太郎、あなた本当にゴンババ大臣に行くつもり？そんな嘘でしょ？あなたはグズでのろまな亀なのよ。そんなの絶対に無理よ。ううん、ノコリン、僕は強い男になりたいんだ、君のためにも。強くなんかならなくていいの、無理して危険なところに行かなくったって。ヤマムシでもナケムシでもイジケムシでもいいじゃない、カメムシだって私は平気よ。とにかくノコ太郎はノコ太郎でいてくれたらいいのよ。だから行かないで。ごめん、僕も決めたんだ。大丈夫さ、なんて言ったってマリオさんが一緒にいて。ノコ太郎のバカ、うおー、強い女の子だった。あー、もう一回あった。ノコリン、ごめん、僕はきっと強くなって戻ってくるから。ではマリオさん、行きましょう、ゴンババ城へ。わかったよ。いや、本当にいいのかなってちょっと不安にはなりますけど、ノコ太郎のね気持ちだから。なんかいっぱい届くな。連れ歩く仲間についてだ。え、なに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 、どうした、どうした。あ、プラスでねバッジが開けるね、下にありますよね。了解了解、大丈夫ですよ。長めの、あ、ここだね。これこれ、この上が多分ノコ太郎なんだと思うんですよね。お願いしたい。プラス、違った、 XOK、 ありがとう、ハッピーハート。これつけたいですよね。でバッジを変えるのはこのボタンで、ハッピーハート2つけたいので、次々ジャンプは一回なしにしてハッピーハートなのかな。そうするとガツン殴りめちゃくちゃできるようになるんですけど、これじゃダメかな。ちょっとよろしくないのかもしれないけど、とりあえずねこれでいこうと思います。はい、ということで到着しました。ここに太陽の影をはめる。はい、でもう一箇所に
できた月の鍵をはめる。そうすると土管ができるはず。あ、すごい、なんか動いてる。お、あー、なるほどなるほど。これで、こういうことだどこでやればいいのかちょっと謎すぎましたけど、できたー。土管、あ、向こうに出ましたね。これでいけるようになりました。行きましょう。ということで、ゴンババの城に行けるようになりました。次回はゴンババの城の中からスタートしていこうと思います。まだ入ってはいないんですが、多分ゴンババのところまでも道のりは長いと思うので進めていきます。よかったらチャンネルのご登録、ご評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!